お世話になります、ひとりでございます。この大木の丘ですね、めっちゃでっかい木のやつ、これはどうやら揺らせるみたいですね。視聴者さんからコメントいただきまして、私まだやってないのでちょっとねどうなるか検証していきたいと思います。まあ、知ってる人いると思いますが、そこはお手柔らかにお願いいたします。それでは行きましょう。どうやってやるのかな。まずそこに行って揺らせんの、触れんの、まずどういうこと。あ、そこで A ボタンを押せば巨大な木がある。揺らしてみますか。揺らせるの、どうやって揺らすの。テラキオンだったら揺らせるとは確かに思うけど、え、手で揺らすのマジかよ。え、巨大な木はびくともしない、もっと揺らす。え、無理じゃん。え、でき、いけんの。巨大な木はびくともしない、もっと揺らす。え、まだ揺らせんのね。はいはい、これで、え、どうなんの。え、もっと揺らす、なんかあんのタイミングみたいな。え、まだ揺らす。ちょっと待って待って、どんどんズームアップされてってどうなんのこれ。テラキオン、え、ちょっと待って待って、今なんか やっちゃった変なこと。あ、なんか落ちてきた。何何何、木から出てきた何かにポケモンの巣に引きずり込まれた。ちょっと待って待って、今手持ちがあんま強くねえかもしんねえ。まあいいやいいや、こいつだったらいけるっしょ。まあ正直、あー、ちょっと待って待って、体力ねえよこいつ、88しかない。ちょっと待って待って、きついわー。うわ、やられたし、マジかバカしたわ。いや、これある意味これ負けた人いないんじゃないかな、それ検証になるわ。え、てか使えんのかい。いや、もう全部死にかけてるいや、ちょっと手持ちケア忘れてたわ、全部終わってんじゃん。もうマジかよ、きっちいな。うわ、死んじまった、ミカルゲー。あ、使えんのかこれ。あ、元気の塊使えるわ。うわ、ミカルゲー一瞬で死んだわ、普通に勝てねえわ、きつすぎるわ。うわ、マジか、一発じゃん、マジかよ、死んじまったー、バカだ。これ負けたらどうなんの。倒れたポケモンをアジトで休ませようポケモンみんな元気になった、ただ死ぬだけ、マジか。このテラキオン、アイアント、コバルオン、ゼラオラ、ゼラオラ、ドサイドンで行こう。あんま格闘タイプいいやついなかったわ。てかそもそも2回目いけんのかな。あ、いけますね、普通に。ちゃんと負けても揺らすことはできると。また欲張りすなのね。うわ、めっちゃ余裕だわこいつだったら。だがしたらさっきまで時間無駄にした。はい、アイアントのアイアンヘッドで終わりでございます。倒しました、ちゃんとバカなことしましたね、余裕でしたわ本当に。あ、捕まえることはできないんだ別に。勝負の衝撃で木の実がたくさん落ちてきた。なるほど、オレンの実を30個手に入れた、やった。お盆の実を3の実1個手に入れた。あ、3の実か。まとまの実を20個手に入れた。ロメの実を15個手に入れた。めっちゃ落ちてくるな。ヨプの実を5個手に入れた。スターの実を1個手に入れた。もうちょっとスターと3の実をなんか同じぐらいの時に来させてほしかったけど、まあいいや、それはいいとして、まあ、こんな感じで落ちてくるわけですね。なるほど、もう一回できるのかな。巨大な木があるだけになっちゃうんだ、もう押すことはできないと。1回だけなんだ、次の日になったら OK とかかな。ちょっとやってみる。じゃあ1日1回かちょっと試すためにあれやりましょう、日付変更。しかも地味にいいやつ出てきたし、まだ日付変更バグできますからやめるで、そしたらこれ1日経ってることになりますからやってみましょう。巨大な木がある、あ、無理か、できないんだ。じゃあ別に1日経ってもこれはできないと。まあどういう条件で復活したりするのかちょっと分かんないですけど、まあとりあえずまあそんな感じでございますと。ということでね、今回このめっちゃでっかい木揺らしてね、まあいっぱい木の実入るっていうことでございました。私ね1回目負けちゃったりしましたので、皆さんも気をつけてください。私はもうほぼ寝ずにやってたんでめっちゃ疲れましたね。この大木の丘はちょっと本当に嫌なイメージができちゃいましたわ。ですのでアニポケ GO の声優の山下大輝のお母さんに慰められに行こう。